お元気ですか、ボクシュミです。今日はですね、直筆サインカード総集編としまして、ファイターズのね、直筆サインカードでございます。過去にもね、あげてますけど、新しいのも増えましたのでね、ぜひやりたいと思います。まずは1冊目でございます。こちらでございます。で、スレッジ選手も懐かしいですよね、これね。こちらはね、私含めてですね、ファイターズファンの方はね、たまらない、直筆サインカードじゃないかと思います。ちょっと噛んでしまいました。失礼いたしました。ね、最高のね、直筆サインカードでございます。今はね、他球団に行ってしまった選手や、すでに引退された選手もね、含まれております。ね、中田選手もね、実は持ってるんですよ。これ2018年の同番ですけどね。これ当てた時はめちゃめちゃ嬉しかったですよ、これね。で、こうなっております。これに、ちなみにこれはね、2018年の版でございます。ちなみにね、現在このマスコットですけど、当時はまだね、2軍のマスコットでございました。はい。ちょっとね、1枚ね、多く取ってしまいました。こっちからで大体2019年度版でございます。ね、西川選手もね、まだね、在籍した頃でございます。こちらがね、2020年度版でございます。もちろんね、助っ人外国人もね、持っております。栗山監督もね、持っております。ちなみに栗山監督はね、2枚持っております。はい、1冊目終わりました。次、2冊目いきたいと思います。はい、続きまして、2冊目でございます。でこれ片岡敦選手で、現在はね、中日ドラゴンズの2軍監督もやりながらね、YouTuber でもございます。このね、こういう柄の桜模様とかね、それはね、なかなかね、手に入れるのはね、苦労いたしました。でこっちからね、2021年度版でございます。ね、結構ね、懐かしい選手もね、揃っておられます。あおります、ね、ぜひね、これからね、ひょっとしたらね、これからね、うまくいったらね、活躍する選手も、いらっしゃるかもしれません。で、ちなみにね、これ、今川選手なんですけどね、なんと偶然、2枚、同じのが出てしまいました。で、こっちからね、2022年度版でございます。こっちがね、確か札幌ドーム最後のね、時だと思われます。まあ、いつかはね、札幌ドームでもね、何試合かはね、まあ、復活してほしいっていうのが私の本願でございますけどね。まあ、それはね、まあ、賛否両論あると思いますよね。あんまりね、するとこは言いませんけどね。でもね、はい、一つ言えることはね、ファイターズさんもね、頑張ってほしいなと思っております。で、ここからがね、2023年度版のね、最新でございます。現在3枚持っておりまして、現在はね、最後はこの栗山監督の2枚目でございます。はい。で、まだね、こちらがね、ちなみにこれは、ジェイソン・ボッツ選手でございまして、ユニフォームは違いますが、かつてですね、ファイターズに在籍したことがございますのでね、こちらのファイターズのファイターズ側の方に入れさせてもらいました。はい。で、
終わりでございます。またね、今度はね、ぜひね、あの大谷翔平選手の直筆サインカードね、一度はゲットしたいなって気持ちがねございます。あとはまあ OB だったらダルビッシュ有投手かな、それもね、あのゲットしたいと思っております。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。